真っ白ですね、2021年、6月の10日分木曜日、令和3年はい、雑談配信です。マイクテストをしてないんですけど、あと多分若干マイク遠いと思うんですね今日ね。僕がいて、まあいつもこれぐらいでマイクを使ってるんですけど、今日の距離はこれくらいで話してるんですね。マイクとの距離がこれぐらい離れてる、なんで遠いよとか小さいよとかいう時があれば、そのせいです。わざと遠く置いてこれで聞けるんだったら楽かなという感じですね。はい、じゃあ今日の お題ですね。今日配信今撮ろうとしたらね、ニコニコインフォっていうところから原神の配信しませんかっていうのが来てて、これがニコニコでお題として出されてるんですね。現在ニコニコ生放送では原神配信を募集中です。なんかメリットあるんですかね。期間中原神タグが設定された番組一覧はニコニコのホーム画面に掲載されます。ニコニコ生放送アプリの画面キャプチャ配信を使えばスマートフォン一つで配信を行うことも可能です。この機会にぜひ配信をお試しください。というわけで、まあ配信方法やらなんやらが書いてあるんですけど、これを配信すると何かあるというわけでもないみたいですけど、うさんくせーとちょっと思いながらまあ似たようなので、任天堂のゲームの配信するのは許可が出てますよみたいな感じの何年か前からあって、まあそんな中でこうバックアップしますよっていうことなんでしょうね。変なのって思ったりとかしてます。いずれ原神はやりたいなとは思ってるんですけど、まあ、発売される当時に見た目が割とブレスオブザワイルドに近いっていうので、でも実際じゃあ BOTW で、原神となるわけですけど、じゃあ BOTW の、原点はちょっと僕はダークソウルだと思ってて、ゲームの形態としてね、なんだゼルダがダークソウルの真似して作りやがったよなんていうのをこのブレスオブザワイルドで僕は思ったわけですけど、同じように中国がゼルダパクったぜっていうような感じで原神は来てるわけですけど、実際発売されたら全然違うゲームだよという反応が残ってる状態であります。まあいずれ遊ぼうかなというやつと、原神って無料なんだっけ、まあ、タイミング見てっていう感じではあると思うんですけど、やろうかなとは思うけど今日じゃない。でもその今日じゃない感じの原神ですけど、まあこんな感じでね、君ら配信見てほしいだろうと、配信見てほしいからその一番最初にニコニコにアクセスした時に君の配信が出るかもしれないよということだろうなと思うんですが、ちょっと待ってね。そんな中例えばそのニコニコのゲームの中で、原神の配信がどれだけ、出てるかっていうことを今見てみようかなと思うんですが、ゲーム配信で一番出てるのが PS4 ゲーム配信、そしてレトロゲーム、そして PSO2 ってなんだっけ、ファンタシースターオンライン2かな。で、Apex Legend、梅娘プリティダービー、おお、カンコレが入ってますね。びっくりしますね。
原神が14、任天堂ゲーム配信が今9件、まあこの夜中なんで、まあこんなもんだろうなと思うんですけど、ニコニコが意図的にバックアップしようとしてもそんなにもう釣れるものでもないよなという感じであったりとかいたします。まあこんなもんでしょう。もう元のパワーがないからね、ニコニコにね、今残党が残って配信してるくらいなもんで、なんで YouTube でやらないの、ふわっちでやらないのというとこだと思いますんで、まあしょうがないよね。ニコニコの中で喧嘩して喧嘩別れしたり、ニコニコの社長が気に入らないからやめるぜっていうのが何年か前にあって、なんでダークソウル2が2件あるんだ。いやまあでも2件のゲーム放送がタグ検索で出てくるってことはそういうことだろうね。マイクラ、ファイナルファンタジー7リメイク、ドラクエ10、ああそうか、ドラクエ 10? あ、なるほど、まあ不動の人気のやつがちょっと残ってる感じはしますけど、こんなもんだろうなと思います。なんだかんだ言ってレトロゲームってやつがもう PS3 ぐらいがレトロゲームに多分入ってるんだと思うんで、まあ時代を経るごとにレトロゲーム枠っていうのがどんどん広がるのは仕方ないことかなと思いますけど、こんなもんなんだなと思ったりします。 VTuber のタグが8件あるっていうのも面白いところですね。 RTA が7件、まあ皆さん頑張ってらっしゃると。まあでも知らないのもあるね。 NGS とか NGS って何のタグだろうと思ったりとかしますね。こういうのもう分かんなくなってんだね。WOT は何だっけ、あのウォーオブなんたらかんたらじゃないかなと思うんですけど、これがもう分かんない。 RO とか分かんなくなっちゃってるあたりも僕はもうゲームに疎くなってんだななんていうふうに思います。デッドバイデイライト、ああそうだ、あとなんだっけ、今日バトルフィールドだかなんだかっていうゲームがまた新しいの出すよみたいなのをニュースで見た気がします。もうだいぶ僕も疎くなってるんだなと思いますね。これがこれでこれがこれだろうという、ただね、原神やったことないんでまだ分からんっていうのはあるけど、まあこんなもんかなと思ったりとかしました。あと今日はゲーム関連でまあやっぱ梅原すげえなーって思ったっていうやつなんだけど、テレビでこの時間帯に e スポってやってるんですけど、でここにダルっていう人とあともう一人ホニャララっていう人が、俺が自分が最強だっつって、まあ若くて反射神経があって、まあ格闘ゲームが強いっていうのはね、プロゲーマーとしてなんかなる人なんだろうなと思うんだけど、その人のこうたまたまね、戦うエピソードというか、その戦う前にその人物紹介としてインタビューとかさ、過去にこんなことをやってたとかさ、でそのホニャララって人が学校引きこも行かなくて引きこもってゲームやってましたっていう、だからもうゲームが全てなんですっていうような人で、でまあそういうエピソードで、エピソード弱えなと思ったりとかしたわけですけど、まあ強さにエピソードの強い弱いは関係ないんで、勝てばいいだけの話なんですけど、やっぱり梅原を思ってしまいましたね。ジャンル違って、これギルティギアの戦いだったんだけど、で梅原はストリートファイターとかのプレイヤーなんだけど、やっぱり梅原がなんで世界的に有名になったかっつうとさ、やっぱりケンとチュンリーの戦いでさ、圧倒的にこうゲージが差があったことと時に、ケンが
もう価値格でスーパーアーツを出した後にそれをチュンリーがかわして逆にスーパーアーツを当てていくと、確かなんかでかい波動拳をこう全部ブロッキングでパン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 ってやった後にそこで一旦会場が湧いて、で そのスーパーアーツをためブロッキングしたことでたまったゲージで逆転勝利すると。僕もあれで梅原ってやつを知ったんだけど、そういう劇的なプレーをその世界大会の決勝で披露するみたいな、だ見せっぷができるプレイヤーであるっていうことで、みんながそれをその後も期待して、だから負けてる時でも梅原を応援するみたいな、そういう状況ができたのが、その梅原的プレイなんだと思うんです。で僕らはそういう奇跡が見たいと。だけどやっぱりそんな奇跡はなかなか起きなくて、ジャックキックで優勝をね、かっさらう時もあるわけですから、勝てばよかろうの世界の中でその劇的な勝利をもたらす人を多分僕らは求めてるんだなと思って、まあ、いろんなジャンルの格闘があって勝てることが全てであるわけですけども、まあ、その中でレジェンドになっていくにはその練習してたらしいんだね梅原は。そのどんな場面であっても勝てるようにこういう勝ち方があるっていうのを友達と練習してたと。でもまあいつでも出せるわけじゃないのは分かってたけど、たまたまその場面がその世界大会の決勝で、場面が来たのでそれをやったというあたりで、だからこそこの人は愛されるのかななんていうふうにも思ったりとかして、でさっき言ったギルティギアで戦ってる人にその愛され要素であるとか、戦いにおいて見せっぷをするということはおそらくないんだろうななんていうふうに思いました。もちろんだから梅原もそのエピソードとしては大したエピソードはないわけじゃん。ちっちゃい頃からスト2やってて他の人よりスト2をたくさんやってたっていうさエピソードぐらいしかないので、まあ、最近コロナにかかったとかいうのもあるけど、それは有名になってからの話で、なんだろうね、ゲームプレイヤーっていうのはどうあればいいのかなっていうのを少し、考えたりとかいたしました。もちろんその挑戦して失敗したらかっこ悪いし記憶にも残らないしやっぱりねっていう風になるわけで、でまぐれで何かうまいこと言ったとしてもそれは実力じゃないわけで、勝ち続けられないのはやっぱプロプレイヤーとしては無理だよなと。でもそこに挑戦するかしないかっていうのは大きな差なような気がいたします。まあジャンルがねギルティギアとスト2だとなんとも違うなと思ったりとか、まああとその格闘ゲームと、例えば将棋とか、チェスとかオセロ、すいませんね将棋の漢字が書けなくて、これはやっぱちょっと違うのかなと思ったりとかしてます。格闘ゲームはある程度突き詰めると、まあそのコンボを決めるね、そのコンボダメージがいくつかをちゃんと記憶して、その勝てる要素を自分に有利な条件を自分に引き寄せるということが必要になるわけで、相手のミスがあったらそこにちゃんと的確に反応して、ダメージを与えると。でもそれはやり方としては将棋もチェスも一緒なんですよ。だから今ほら若くしてほら
名前が出てこない ね、最年少ですごいぞっつう人がいるのとさ、ジャンルとしてどうなんだろう、一緒なのかな違うのかなっていう。もちろんその格闘ゲームはそのね、ハメプレイとかがないように最近は発売した後にアップデートがされてさ、ね、誰でも勝てるように調整がされたりするわけですけど、大体は技の力が弱くなったりとかするわけで、根本的には違うんだと思うんですけどね。将棋とかチェスはルール変わんないから、変わんないまんまその人間がずっとその何億手という勝ち筋をいつも模索する感じのゲームなわけで、どっちがいいんだろうなと思ったりとかしてるんです。その突き詰めると多分格闘ゲームは将棋とかチェスなんですよ。その技の発動の仕方みたいなのが、将棋は1個パシッとこう刺せばいいだけなんだけど、格闘ゲームはレバーで入力して的確なボタン操作が必要になるっていうことだと思うんだけど、どっちの方が面白いのかなと思ってさ、将棋も分かんない人が見たら全然指し方が分かんなくて、勝ち筋が見えたり見えなかったりするっていうやつあるけど、ね、格闘ゲームは極端な話ゲージだけ見てればいいわけで、やられそうやられそうじゃないっていうのがそこで分かるからね、有利不利が分かるから、どうなんだろうなと思ったりとかします。だから格闘ゲームが将来突き詰めると将棋やチェスみたいなものになって、段位みたいなのがあって、あってっていうか今もプロゲームの世界で段位とかっていうのがあるけど、そこに行き着くのかなっていうね。まああとね、ゲームは若い人のものだから反射神経がないといけないから、まあ格闘ゲームのあのプロゲーマーなんていうのは寿命が3年とか4年ぐらいで終わっちゃうのかなとか、そこにじゃあ FPS とか、まあ、サッカーゲームでもそうだけど、なんだろうね、ゲームというものが確かに面白いし万人に遊べるものでもあるし、それは将棋もチェスもそうなんだけど、その中でプロゲーマーが出てくる土壌として、このゲームジャンルっていうのは何が優れていればいいんだろうかななんていうのを、今日はその e スポを見ながら、 e スポのギルティギアの格闘ゲームを見ながらね、思いました確かにもう僕も格闘ゲームのプロがやってるような試合は何がどうなってんのか分かんないと、とりあえずこの人が1本取ったんだぐらいしか分かんないんだけど、もうちょっとなんだろうね、エンタメになるといいななんていうふうにふわーっと思いました。以上です。今日はそういうことだね、原神とプロゲーマーの話をしました。以上です。こんな夜中に失礼しました。30分だね。終わります。お疲れちゅん。20分かいいんじゃないのかな。ありがとうございます。